大体アトランティス大陸とムー大陸という大陸が昔すごい栄えて、そうです、ね、どちらも海に沈んでしまったというのは都市伝説界では、はい、そうですね言われてますけれど、ムー大陸はまた違う、はい、そうですね、またムー大陸だとちょっとアトランティスとはまた毛並みが違ってきまして、まあ、一応ムー大陸っていうのは、アトランティスは大西洋だったんですけども太平洋にあって、まあ、大体東西が約7000キロ、南北が5000キロぐらいの、まあ、大きい、大陸で、そこに6400万人ぐらい人が、あすごい、はい、住んでましたっていうことが書かれてますね。時代としてはどれぐらいの時代と言われてる、まあ、時代がだからこれが1万2000年前に、沈んだって言われているので、もうアトランティスよりも大昔で、はい、そこまであった大陸っていうのが、まあ一応無大陸、でもそんな時代に栄えてる都市なんて存在するんですか、はい、まあ、そうなんですよねそこ究極のとこそこなんですけど、究極ね、まあ、だけどなんか中にはね、あの大きい宇宙船で、うんうん、宇宙に帰っちゃったから無だね、はい、っていう話とかする人もいますけど、はい、まあ一応そんな、まあ、無大陸なんですけども、アトランティスの方はその初出がプラトンだ、うん、ティマイオスとクリティアスっていうお話をしたと思うんですけども、その話を始めたのがイギリス人のジェームズ・チャーチワードっていう方で、違うよ、ムーを話したり書き出したのは三上さんだ三上編集長で、日本ではまあそれはありますね、はい、そのジェームズ・チャーチワードっていう人が書いた本で一番最初に書かれたのが1930年代なので、まだ100年経ってないんですよね、ムー大陸ムー大陸っていうのを始められたのが、みんながムー大陸という存在を意識しだした、はい、理解したのはまだこんなつい最近だった、そうです、まあ、アトランティスはもう本当にそれこそ紀元前4世紀にはもう書かれてたので、まあ、2000何百年あるわけじゃないですか。でもムーは本当に100年経ってないんです、まだ。なんかおかしいね、はい、おかしいんですよ、だからムーもおかしいんですよね、うん、そのチャーチワードが書いたムー大陸がありますよっていう書いたのも、発見されたあの古文書をベースに書いたんですね。それが一応ナーカル碑文っていうものと、うん、メキシコの石板って呼ばれているものの2つを見て、そこに、ムー大陸のことが書かれているからチャーチワードが書いたって言ってるんですけども、うん、チャーチワードがその2つの古文書ですね、それをどこで知ることになったのか、どこで見つけたのっていうお話になってくるんですけども、うん、まあ、一応チャーチワードがこのムー大陸のことを、失われたムー大陸っていう本を残してるんですけども、うん、一応その中で自分が書き残したことをベースにちょっとお話ししていきます、うん、まずこのナーカル碑文っていうのなんですけども、チャーチワードは昔あのイギリスの軍人だったって言われてまして、うんうん、まあ、1862年にまあ、インドが植民地だった時とかですね、うん、そこにまあインドに配属されていたって一応自分では語ってるんですね。で、まあ、その 配属された場所にあのヒンドゥー教の古いお寺がありまして、でチャーチワードはそこであの現地の人の救済活動とか、まあ、古代文字の研究なんかをしていた。その研究をしている時にその古いお寺のお坊さんと仲良くなったんですね。ある時このお坊さんがチャーチワードに、まあ、この寺に伝わるあの門外不出の粘土板があるんだよっていうことを言ってきたそうなんですよ。そしたらあのチャーチワードはもうすごい興味を持ってしまって、まあ、見せてくれ見せてくれって何回も何回も言うんですけども、うんね、高僧の方からこんなものあるって言ったのに、うん、でも門外不出だから見せれないよっていうことで、まあ、半年間ぐらい見せろ見せないのやり取りがあったんですね、うんうん、でまあ、結局そのお坊さんの方がまあ折れてしまって、まあ、見せてきたらしいんですよ、うんうん、でまあ、この粘土板っていうのがナーカル碑文っていうものだったんですね、うん、で、まあ、そこから見せてもらったチャーチワードは、まあ、あの2年ぐらいの時間をかけてそれを研究して、うん、これはムーの歴史が書かれてそれを読み取ったものだっていうことを発見したと書いてあるんですね、まあ、自伝ですね、うん、はい、でまあ、なかなかこれドラマチックな話なんですけども、ただどこまで本当なのかっていう、で実際にチャーチワードはそのナーカル碑文っていうものを見つけたお寺の場所はもちろん公表してなくて、さらに名前すらも出してないですね、うん、お寺からそう言われてるから、寺院からそう言われてるから出せませんっていうことなんですけども、チャーチワードしかわからないんですよね、うん、であとこのナーカル碑文写真も一切残ってないんですよ、碑文自体の、うん、2年もかけてそんなものを研究してるのに、うん、写真も写しも何も残ってないんですね、まあ、そこもまずおかしいなっていうところがまず出てくるんですね。もう一つのメキシコの石板っていうものなんですけども、うん、これはあのアメリカの鉱物学者の方、ウィリアム・ニーベンという方がいまして、まあ、この人もあのすごい新しい鉱物を見つけたりとか本当に実際の鉱石を残した人なんですけども、その方が1921年にメキシコで発見した 石板のことで、うん、まあ、2600点ぐらいいっぱい出土してまして、で、まあ、この
ニーベンさんの名前を取ってニーベンタブレットという名前もついてて、実際にこれ存在するものなんですね。で、まあ、チャーチワードはあのナーカルヒブを見つけてたので、まあ、他の証拠も見つけてやろうということで、まあ、世界中を旅してて時にメキシコで石板に出会った。こちらはまあ本当に実際に写真が見つけた時の写真っていうのが残ってるんですね。一応この石板に何が書かれているのかっていうことをまた解読しまして、まあ、ムー大陸が崩壊した時に、あ、この石板のことをですね、何が書かれているかじゃなくて、この石板のことを、ムー大陸がまあ沈んでしまったじゃないですか。その時にそこから逃げ出した人が、持ち出して各地に散らばってムーのことを書いたものがその石板だっていう一応捉え方をしてるんですよ。みんなついていけてるよ。ちょっと途中から見失っちゃった。あ、ですか。大丈夫ですか。なんかね、俺はね、大学行ってないけど、はい、大学の授業ってこういう感じなんだろうなと。まあでもまあ名前とかは覚えないでもよくて、まあ簡単に言ってしまうと、とにかく今まで証拠として出してきたものが、とにかくチャーチワードしか、だから、はい、立証できない、そう、立証できてないっていう。だからミスちゃんさんの見解としても、はい、ムーの存在すら前つばだってこと。そうです。まあ極論、最終的なオチを言ってしまうと。でもまあ都市伝説界ではムー大陸の話やアトランティス大陸で話で盛り上がるじゃない、はい、すごい文明だった、はい、ひょっとしたら今よりもすごかったんじゃないか、はいはいね、高度な文明、今に存在しないものも、はい、たくさん作られてたんじゃないか、はい、ちゃんちゃらおかしい、ちゃんちゃら、まあ、ちゃんちゃらおかしいとは思ってないですけども、ちゃんと元ネタ調べないのかなと思います。ああ、そういう話をする方が、はい、それでミスちゃんさんはやっぱりそういうのがあると調べるタイプ、はい、調べてるタイプです。でもさ、その調べた、はい、記述すら、あ、まあそうですね、ね、もちろん、もう我々はだからタイムマシンがない以上、はい、そうですね、だから結構水かけ論になっちゃうんですね、なっちゃうね、だから各々の信じる話で楽しめばいいじゃないか、ね、はい、そうですね、だから僕としてはまあこういうお話を出して、どっちの話も聞いて自分の好きな信じる方を信じてればいいんじゃないかなとは思ってます、うん、ミスちゃんさんの人の良さというか、ミスちゃんさんの人間的な素晴らしさをすごくわかるし、はい、人間としてすごい好きだけど、はい、話としてはあっちの方が好き。確かに。こんな現実的すぎて、はい、難しい方からいっぱい出てくるし。いや、確かに。でも僕はあの本当に昔ムーとか、うん、それからあのマガジンでやってた MMR とか、大好き、木林ね、はい、はい、木林、はい、はい、田中とか木林とか見てたんで、うん、好きなんですけど、どっちも一応気になるとこ調べちゃうタイプなので、うん、まあ一応どっちも知りたいなっていう。そういうのを調べるっていうのは、はい、どれぐらいの、はい、精度というか信頼度があるの。いや、でも信頼度はでもそこまで正直ね、はい、正直ないと思います。学術的にさ、どっかが発表するわけじゃないじゃん、はい、どこどこのアカデミックな協会や大学が、はい、ムー大陸の新事実ですなんて言わないからね。ただその証拠として出しているものは、例えば考古学者の方が調べたりとか、うん、そこはやっぱり素人よりは専門分野の方が、考古学者ってロマンのある仕事だね、はい、そういう方が出した情報の方がまあ信憑性はあるかなと、うん、ただだけどそれを都市伝説信じてる方に言うと、ニヤニヤしてるね、ニヤニヤしてる。都市伝説信じてる人間の話するとき、はい、ニヤニヤするね。いや、本当ですか、そんなことない。その都市伝説的にはムーンもアトリエンスも両方あるってことですか。そうだよ。根拠は、そっちを言ってる人たちは何をもとにある。いや、根拠なんかないよ。ないです。あるって言うから。ある、もう読んだことある。根拠ないよ。怒られるわ。それあれは事実を読んでるんじゃないもん。ロマンを読んでるんだもんね。そうですね。都市伝説ってもういい機会だから言うけど、俺も毎回都市伝説のことやらせてもらって、いろんなゲストの人の話聞くの。俺はその話が真実だろうが真実じゃなかろうがどっちでもいい。そこにロマンがあればいいのよ。どう、この、あ、全然僕はもうそのスタンスで全然ありだと思います。いやいや、あなたは真実を暴こうとしてるじゃん。いや、いや、真実を暴きたいんじゃなくて、うん、一応、あ、なるほどね、はい、こっちのこういう話もありますよ。だから話に幅を作ろうとしてくれてるんだよね、はい、とにかく、一応フラットで見ときたいです、どっちもね、はい、だけど実際にムー大陸、アトランティス大陸が存在したらいいなと思ってるでしょ。思ってます ね、それは。俺もそうだよ。ただだけどこのムーの方は、ムーの方は結構きついなって思っちゃいます。正直な話。で、我々が信じてる、はいはい、いわゆる都市伝説、はい、いっぱいあるじゃん、はい、バーチャルの世界の話とか、レプティリアンの存在とか、はい、それも調べてる。調べました。聞かせてもらっていい。
あ、レプティリアンですか。いや結構あのグダグダで設定が最初はだからそのトカゲ人間がいるっていう話だったのが、こう人間の皮をかぶって、なんですかそういう宇宙人が紛れてるってなって、後の方になるとなんかもう霊体みたいな、はい、感じになって人間に憑依してるみたいな、だんだん設定がブレてきてるんですよね。じゃあレプティリアンはちょっと冷ややかな目で見ている。そうですね、いや宇宙人自体は別に本当にあれなんですけど、あるけれど日本の都市伝説界で言われてるレプティリアンという存在はちょっとエンタメがかっちゃったなって、はい、そうですね、ちょっと、はい、そういう感じですね。どの話が一番好きなの、都市伝説界のジャンルで言うと。ジャンルですか。メタバース。いやメタバースは僕割と肯定派なんで、極論、はい、ここは全然使わなくてもいいんですけど、うん、人口削減とかあるじゃないですか、うんうん、そのお話も分からないでもないんですよね。地球っていうそのものを残していかなければならないときに、例えば人が増えすぎちゃってそれが、地球をダメにしている要素だったとしたら、減らすのはもう仕方がないこと、長い目で見てですよ。絶対使うよ、はい、使わないでください。これグレートリセットは存在する、はい、都市伝説というより普通にやってることなんじゃないかなと思います、はい、あの陰謀論とかではなくて、うん、実際にそう動かないと、このままでは例えば、人類全員滅んでしまいますとか食料もなくなり、はいはい、でもそういうことを言う人たちって自分たちの本意じゃないじゃないですか、うん、もし自分たちが消されちゃったらって思って、うん、だからこう騒ぎ立てるのであって、うん、っていう気はしてしまいます、ね、なるほどね、はい。まあ、でも都市伝説の陰謀論っていうのは結局そこにたどり着くよね。そうですね。だからもう結局もうこんなことを都市伝説チャンネルの方に言うのも失礼だけど、はい、都市伝説っていうのはエンタメに過ぎないっていうのが俺の持論だから、はいね、はい、こんなこと言ってもう誰も来てくれないんじゃないかないや、いやでもその考えは全然、ね、逆にそれを信じすぎちゃって生活が破綻するんだったら、そうそう、エンタメとしてそれがキックです、はい、生活が本当に破綻したのが、あ、名前出すとあれだな、 K さんです。なんとかね今年はまた K さんに出てもらおうと思ってるんで、うん、僕なるほど、パワーストーンとか売られてますよね K さんね。僕あの昔仕事貴金属の仕事やってたので、あの一瞬おかしいなって、はい、結構あのそれK さんの石、はい、おかしい、いやいやそれは分かんないですけど、分かんないけど、はい、気にはなるよね。あと最近だと本当にそれこそその辺に落ちてる石、うん、どこで拾ったんだみたいなのにちょっと適当な神様の名前みたいなつけて何々石とかつけて売ったりとか、ちょっとスピリチュアル系の方がそれ売ったりとかもあるので、うんうん、すっごい思う、はい、あのさ石を数珠のように腕に巻いて、はい、血流は良くなる、いやトルマリンとかのその確かに電気を少し持ってる石とかはあるんですけど、多分体が良くなるほどはないと思います、ね、それだったら多分磁石巻いてた方が石よりはそうですよ、ね、ピップとか、はい、の方が効くんじゃないかなって思います。それを製薬会社が作ったやつの方が効果あるよね、はい、と思います。結構いますよね、いますね。ちょっとこの巻いてる系の先輩の話になると触れづらいところがいっぱい出てくるからまあでもいや本人がそうお守り、まあ、神社でお守りもらうじゃないですか。急に俺も反転するわけじゃないけど、はい、全ては暗示だからね、はい、そうですね、聞いてると思えば元気になれるし、プラシーボで、プラシーボ、はい、暗示にかかって病気は治るんだ。そうですね、それかかつけてることによって別に自分の人生なり何なりが好転するんだったら全然、ね、はい、つけていいと思うんですけど、ただそれに頼りすぎちゃう、うん、あと言いすぎるじゃん、これをつければ、うん、あ、そうですね、競馬全部当たる、はい、よく雑誌の出会った女の子が全員一緒にお風呂に入りますっていう写真あるじゃん、はいなわけないじゃん、はい、だからあれもう古代広告ですよね。あ、はい、伏線古代文明、あ、古代文明、なるほど、確かにお見事でございます。ありがとうございます。ちょっとキックさんと3人で話しません。あ、本当ですか。だから都市伝説はこうだっていう意見を言う人がいて、はい、いやでもこういう事実こういうデータありますよ、そうですね、っていう話を、はい、私中立の立場で、あ、どうしてもね気持ちはこっちに行っちゃうよ中立になりづらいんだけど、はい、中立でやるんで、はい、やりません。あ、ぜひぜひよろしくお願いいたします、ね、僕たちは K さんを応援しています応援してます